皆さんこんにちは REC 専任講師の赤松です実践力パープ講座テキスト丸あくり動画です今回はえ実践力パープ講座で使用するテキストについて説明をさせてくださいえまずこの実践力パープ講座なんですが2年目の王道講座と呼ばれています1年目初級講座で学習された方2年目に 非常にたたくさんのの方こちら講講座をご受いいだておりますそれから例えば数年前に勉強されたんだけどちょっとここでもう一度やり直してみようかなそんな方も大歓迎それから実践力パワーポイ講座を既に受けられてたでちょっとね残念ながら届かなかったそういった方が再受講されるっていう場合も多いですからもう一度ねこの講座で再チャレンジをしてみようそんな方も 大歓迎です、えー。たくさんのね、皆様のご注稿お待ち、えー、申し上げております。で、今回はこの実践力パープ講座、えー、大幅リニューアルしています。まあテキストとどんな形で変わっているのかね説明をしていきます。はい、まずはそのテキストの説明の前にこちら書いてますように。 えーまあ、中上級者向けの講座っていうことでちょっと難しそうなイメージがあって私レベルが、えー、受講して大丈夫でしょうかって、ね、よくそんなご質問を受けることがあるんだけど全然大丈夫です。こちらの講座は、えー、基本のやり直しと思ってくださいちょっと講義回数は初級講座よりも半分程度に減っちゃうんでペースは非常に速くなりますけれどもやることは基礎講座の えー、焼き直しです基礎でやったことを、えー、再度しっかりねこちらの構図でやり直して基礎固めをしていきましょうじゃあどんなテキストを使っていくかなんですが、はい、まずメインテキストについて当然、えー、来年の4月1日施行の例えば、えー、民法改正などがございますからそのような改正論点についてはテキストを、えー、対応しております。 その点は安心してくださいえそしてこちら前の画面に書いてますように実践力パワーアップ講座のテキストは一言で言うとブレイクスルーテキストのコンパクト版と思ってくださいブレイクスルーテキストをギュッと凝縮したものなおかつ文章もこう長い文章ではなくて極力手短にギュッと押さえるようにしてますはいですので 一年目ブレイクスルーテキストで学習されたっていう方は、えー、本当にスっと入っていきやすいテキストだと思ってますもしこちらの講座をご受講されるんだったらテキストはこちら実践力のテキストをこちらに切り替えていただいてブレイクスルーテキストは、えー、ちょっと辞書的な形でね使っていただければいいかなと思いますはいそれと次に学問レジュメというものこちらサブ教材で使っていきます主にこの2本立てとなります メインテキストと過去問レジュメ過去問レジュメは私のオリジナルのものとなりますこれもそちら書いてますように推論型問題や、えー、法改正による削除問題これは削除していますで、それらを除いてどれだけ載ってるのか令和4年までとなりますが民法は平成13年以降不当法も平成13年以降 会社法が平成18年以降。えー、あとまあそちらをね通りですが、概ね平成元年以降となってます。まあ、憲法は平成15年から出題ですから、15年以降、使用書士法も平成15年に取材が復活しますから、えー、し,しましたから、平成15年以降とねいうことになっています。 だいたいそちらの問題のなおかつこれ抜粋じゃありません。全枝です。推論型などは除いた全枝を掲載していますからまあ、こちらのレジュメやっていただければ今ご紹介した粘土ですね。そこの格紋はパーフェクトにマスターできることになります。次にもう一つテキストではないんですが、えー、毎回生クラスの時に確認テストを実施します。こちらは 問、えー、レジュメがありますからそれ皆さん復習しておいてもらって、えー、丸バツ形式でそこから各回10問出しますで実施時間帯は講義の開始前10分間講義開始前10分間に確認テストをやってもらって前回の範囲の過去問それが、えー、しっかり練習できているか試してもらうで講義開始時に私が、えー、回答を提示します。なのででそれで自己採点をしてください 毎回この確認テストで満点を取ること、それを目指して頑張りましょう。毎回まあ満点が取れたら前回までの範囲の過去問はしっかり復習できているということになります。ですのでこの過去問、ごめんなさい確認テストが皆さんの過去問学習の良きペースメーカーとなっていきます。はいテキストは主にねこのようなものを使っていきます。メインテキストと過去問レジュメ。 で毎回実施する確認テストスケジュールなんですが、これもすごくねシンプルになってます。今回新宿エルタ本校で日曜日二コマ、えー、まああのたまにちょっと祝日に入ったりするんだけど基本的に日曜日の二コマです。で日曜日の十一時から十四時。 えそして15時から18時、日曜日に2コマ実施します。でこちらはメイン科目になります。新宿エルターの方で、えー、民法から、えー、主要4科目を、えー、順次やっていきます。そして次に梅田駅前本校。こちらは平日木曜日の夜、19時から22時となります。でこちらはマイナー科目をやっていきます。こんな感じで新宿で日曜日に 主要4科目をやりながら並行して、えー、梅田で木曜日にマイナー科目をやっていくこんな感じでバランスよくねなおかつ、えー、曜日がもう日曜日と木曜日と限定されてますからね非常に皆さん、えー、スケジュール的にも勉強がしやすいと思いますでそれぞれ同時中継しますからねよって日曜日新宿新宿でやってる分は同じく日曜日に 梅田の方に道中休憩しますからそれは講義内容は梅田の方でも受けていただけるマイナー科目も同じです木曜日のマイナー科目は同じく木曜日に新宿の方に道中休憩しますから新宿校でも受けていただけるというね形になってますで、このような形で先ほど言いました確認テストだけど日曜日まあこちら2コマだけど2コマ新宿でやった内容ねそこの辺りの過去問 だからこれ二コマ分になります。そこから十問抜き出して、えー、木曜日にテスト。で、木曜日梅木でやったマイナー五目。この範囲を次日曜日の新宿の時にテストってね。こんな感じで順番に進めていきます。はい、それではテキストのサンプルご覧ください。こちら不動産登記法です。実践力パワーアップ講座のテキスト、こんな感じになっていまして。 えー、図表が結構入ってますでここは、えー、不動産登記法の「寝定当家の全部譲渡」などっていうところですが、えー、このように全部譲渡文化譲渡、一部譲渡別々に勉強するんではなくてまとめても一箇所でギュッと勉強した方が良いそういったところについてはこのように図表でままとめてあります具体例それから契約の当社は誰かできる時期はいつなのか。 設定値の承諾はいるのか、こんな感じでね。まとめて覚えていきましょう。で、過去問番号も随時付されてます。はい、さらにこのテキストの特徴として図が多いです。えー、特にまあ民法権利変動がございますから、この権利変動なかなかこう文書で書いてあっても、えー、イメージが捉えづらいところがあります。ね、それについてそんな感じで全部譲渡。こんな手続きですよ。全部譲渡っていうのはもともと。 えー、X がネテートを持っていた、ね、でその後だけど、えー、Y がネテートを持っているということはこれは X が持ってたネテートを丸ごとこう Y に譲渡したという形分化譲渡ならば X がもともとネテートを持ってましたこれをこう2個に分けるわけです2個に分けて一方は X のまま片方は Y に与えるこんな感じ はいこんな感じでちょっと権利関係がわかりづらいなっていうところはたくさんね、えー、図を、えー、入れる形で工夫を凝らしています。はいこれは不動産登記の、えー、テキストの一例です。はい次は会社法。こちらはマーカー入ってますけどこれは初めから入ってません。私が講義をする中で皆さんにマークの指示を出していきます。 なので、皆さんそれに沿ってマークをしていってください。私の講義のやり方としては、先にマークをしていっていただきます。で、先にこうざっとマークしてもらって、それからそのマークのところについて、こう説明を加えていくっていう。そんな順序でやっていきます。だからまあ皆さんがこうマーカーしているところで、それをマーカーさせながらこう説明していくっていうことはしないんでね。えー、まあ説明のはゆっくりね。マークは終わった後、落ち着いて聞いていただけるという。そんな形をとってます。 じゃあちょっとこちらね、見てください。あ、ごめんなさい会社法だけど1番あタイトルはねブルーでマークしますこれ何の項目をやっているか分かりやすくするためで本文を黄色だけどこれ実際の講義ではそこはピンクでマークしていきます。えー、と言いますのは今回はこれ画面できれいに撮れてるんで黄色で見やすいですけれども実際の講義は生クラスでえー テキストをこうプレゼンターに移して、えー、それ見ながら皆さんにこうマークをしていっていただくという形になるんで、えー、黄色のマーカーだとちょっとその画面上見づらいっていう声が多いので実際の講義ではここは見やすいようにピンクでででで塗塗っってていいききますですのの皆ささんはあのご自身の好きな色で塗ってくださいただマーカーにつきましてはこのようにタイトルを塗るマーカーと本部を塗るマーカー からバーによってはね、ちょっとここが違う色でマークしてくださいっていうところもあったりするんで、まあ最低でもマークは三色は用意しておいてください。はい、そしてこちらマークを押していただいて、えー、次注意書きカットしてます。これ C ランク論点、えー、C ランク論点に該当するときは私はねこういう形でカットの指示を出していきます。で下ちょっとざっと降りてもらうとこんな感じ、印をつけてるところが B ランクです。 でその下またカットになっているところは C ランクで、えーとね、このページだと,、えーとね、A ランク B ランクは、まあ、あの多い方ですもっとあのどんどん C ランクの方が多いような箇所がねあ,のあったりしますそしてこんな感じでまず授業でマークしまして皆さんは復習の時はこのマークがついているところそこだけ読んで覚えてくださいなのでカットしているところは読まなくていいです まあむしろこれはもう読まないようにしてほしいんです。なぜかというと全部読むとメリハリがなくなっちゃうからね。大事なところとそうでないところもうピントがずれちゃうんです。まあそれ一番いけないことだからね。まずはその A ランクこれをしっかりやりましょうということです。はいなのでこのページだとそのね、えー、マークあるいは印で覚えるところはこの前の画面に映してあるようなところ。 はい、でこんな感じでまずマーキングしまして少しだけ内容を見てください1番「発起人は株式会社の設立に際して次にかける事項」「確固定款に定めがある事項」を除くこれを定めようとする時は全員の同意を得なければならない、はい、そして、えー、次の図表、まあ、これがその発起人全員の同意を要する事項です。タイトルに税の同意事項と書いてました で、これ隣に書いてるけど、一かける二イコール三、これで覚えましょう。それはその一から三だけど、丸一番。設立時の株式の数。で、丸二番。払い込み金額。三番、資本金、この三つです。で、この三つが結論的に言うと。発起人全員の同意事項。発起人全員の同意で決めなければならない事項です。で、それ一かける二イコール三で覚えましょうって言うのは。 1>, 1番は株式数例えば100株発行するとします百株で2番が払い込み金額これは1株当たりの払い込み金額です例えば1株5万円払うはいそうすると1番100株発行する2番1株5万円払うかけてください 1×2100×5 万円は500万はいそれが3番の資本金または準備金となるということです はいで、この3つが全員の同時項、株式数、払込金額、資本金の額ね。これが全員の同時項はい、これがそこのお話となります。で、こんなことをまあまずメインテキストで勉強しまして、過去問番号ついてますよね？で、その過去問番号通りに並んだ過去問レジュメというものがあります。こういったものです。で、これはあの主には復習教材となりますが、講義の中でも所々一緒に見ている、えー、行くところが出てきます。 はいじゃあねちょっと今やったところの問題確認してください募集発起設立には当てはまるが募集設立には当てはまらないっていう問題ではいそこ資本金と書いてます資本金準備金の額については発起人全員の同意でこれを定めなければならないどうでしょうはいこれさっきの図表 資本金、これ、一かける二イコール三のね、三番目です。で、これは、発起募集とはないんです。コメントに書いているように、発起設立、募集設立、いずれも発起の税の同意ですから。問題の答えとしては、ばつになります。問題は、発起設立には当てはまるが、募集は当てはまらないと聞いているから、ばつ。はい、次どうでしょう。設立時、株式の数。 これさっきの計算式でいうと一番に出てきたやつ。発起設立の場合は発起人全員の同意で定める。募集の場合は総立総合の決議による。はい、これ×。ね、募集設立もやはり発起人全員の同意です。次、設立時株式の数は発起人の議決権の三分の二どうでしょう。全員の同意でしたよね。その次の枝。 資本金準備金の額はキーワード発起人全員の同意で定めなければならないこれもある発起人全員の同意事項ですはい、こんな感じで、えー、テキストに出てきた順番通りに過去問を並べたものが過去問レジュメで、こちら、えー、いろいろと工夫が凝らされていまして、えー、まずご覧の通りキーワードを付してます通常の過去問だと、えー、そういったキーワードないから 文章全体をこう読んでいくことになります。そうすると、えー、その文章の中でこれ何がポイントなんだろうかね、そこはなかなか捉えづらいところがあったりします。ね、そこを私の方で始めからキーワードで示してます。はいですのでこれをうまく使ってください。皆さんは当然問題を解くときは最初は文章を全部読んで考えていってください。で過去問は一回ではダメでやはり何回も繰り返す必要があります。でその 繰り返すに従って次はそのキーワードをパッパッと見ていくっていうそんなやり方でやっていってほしいんです。例えばそののつ目の枝だけどね資本金準備金の額これは発起人全員の同意そこです。ね、それが丸か×かっていうことです。ね、だから最終的にこう繰り返してみる時はそのポイントを確認していくもう他は読まなくていいんです、ね。そんな感じで使えるようになってます。はい、それともう一つ コメントこれは科目によってはコメントそんなに付してないような科目もあったりしますけどおおむねまあ入っていると思ってください。そしたらこの4つの枝はですね実は論点的には共通でこんな論点全て発起設立の場合も募集の場合も今そこの問題に書いているものは発起人税の同時項であるというねそういった趣旨の枝です。はい、このように同じような趣旨 えー、を聞いてる問題ですね。まあこれをこういう形で並べることで皆さんの理解を深めていきます。あ、それからそちら A と付してますけど、えー、こ,これ主要4科目でやってます。民法、会社法、で不動産投機を商業投機を主要4科目でその A ランク付してまして、マイナー科目はもうそれ付してません。で、主要4科目でそれを付してますのが。 えー、小4項目問題数が多いので、えー、例えば自分はちょっと会社を苦手なんだっていう場合その時は初めから専務の問題を、ね、解くってのはし,しんどいですからその時はその A ランク問題からやっていってください。それが、まあ、マスト、えー、問題です必須問題でまずはそこからやる。であるいはあのお仕事で忙しくて、えー、あまり時間が取れないっていう方も一緒です。 その方もその A ランク問題そこからやっていきましょうで先ほど言った、えー、と確認テストはその A ランク問題から出していきますなのでそれがマスターできていたら、えー、確認テストは、えー、点数が取れますはいまあそんな感じでね、えー、勉強の方を進めていきましょうはいこんな感じのテキストになってますメインテキスト でマーカーしてで、もう普段読んで覚えないでいいようなところはカットどんどんカットしていきます。でその C ランクのところはたまにトーレなん通なの中で出てくることがあったりしたらその時だけこう戻って読んでください。普段皆さんそのテキストのマーカーしているところあるいは印をつけているところねそこだけを重点的に読むそんな感じで勉強を進めていってください。はい、そしてまあ講義中もところどころを見ることもあるけど、まあ、基本的に復習の時。 その時に講義でやった範囲のその書くですねで特にそのキーワードそれからコメントそこをうまく使いながらこれで過去をマスターししていきましょうあそれからちょっとねこれはあの補足のお話ですけれどもあのたまにえっ、ー、とね過去問だけでは合格できないんじゃないかとかいうねお話、えー、聞くことがひょっとしたらあるかもしれません。 で私のスタンスとしては過去問だけででで十分合格できるっていうススタンスですでもし過去問だけで合格できないとしたらそれは過去問で1の知識があったらその1の知識から1しか学んでないからです。あるいは1の知識からもう1以下0.8ぐらいしか学んでないそれじゃやっぱり足りません、ね。でもそうじゃなくて過去問をフル活用するわけです。 ね、そうすれば、過去問が一でも、それが二倍三倍となっていきます。そうすれば、もうその過去問だけでも十分。ね、じゃ、あ当連などは、ね、あの、何のためにあるかというと、過去問でまず。合格ライン持っていく。ね、で、当連は、さらにその上なすをしていくってことです。ね、なので、皆さんの目標としては、まずはこの過去問しっかりやりましょう。ね、で、過去問をしっかりやって、これで合格ラインにまず持っていく。 でそれ以外のオプション講座とか当連などねそういったところでさらに、えー、パワーアップして合格をより確実なものにしていくっていうね、えー、そういったスタンスで勉強していきましょう。でそれね例えば一例としてね今のその過去もあるけどこれそこの4つで聞いてること1つ目資本金2つ目が株式数で3つ目これも株式数聞いています4つ目資本金ですね。 ただこれ実はその4つの枝があるけど2つしか聞いてないんですその中では株式数と資本金これが税の同時効ですっていうことを聞いてますはいでも、ねえー、とこちらの講座ではインプットがあってこれと連動して過去問やってもらうわけ、ね、そこは当然あの皆さんの,あの自主学習でもそうするんですよインプット講座があって連動して過去問を見ていく、ね、そうすると 今過去問にやったときに、ね、過去問だけ覚えるんじゃなくてこっちのテキスト見るわけだからそうするとその過去問に出てなかった2番です払い組み金額ってやつ、ね、これも当然そこで覚えられますよねそうすればこのメインテキストとそれから過去問、ね、これをこうセットで、えー、勉強していく、ね、そうするとおのずとその過去問の過去問ではじ出てないんだけど 過去問で次出て本試験で出てもおかしくない周辺分野当然それは合わせてこう勉強できるわけです。そうすればその過去問からね一じゃなくてそれが二倍にも三倍にもね膨れ上がっていくわけです。私はもうそういった考え方で講義をねしております。はいじゃあえ次は毎回実質する確認テストはい今のように。 会社をテキストで勉強して、で、回答するところを過去問で勉強していただきました。じゃあ、それを次回まで皆さんしっかり復習しておいてもらって、次回の講義冒頭で講義開始前、確認テストを実施します。こんな感じ、十、えー、問のテストです。それ、一、二、三。で、ちょっと中略してますけど、まあ、十問あります。で、これを丸抜形式で答えてもらう。 で講義開始前にやってもらって、えー、講義開始直後に私が、えー、と回答を画面で示しますからそれで皆さん自己採点してください。でこれはもう毎回10点満点を目指すようにしてください範囲が決まってるわけだから。ね、だからこれを毎回10点満点目指すっていうことはおのずともう皆さん強制的に次の講義の時までには前やった範囲の角もねじめねもうこれを強制的に勉強しないといけない。 っていうことになりますから、これがまさしく、皆さんの学習のペースメーカーになってきます。ねなのでこの確認テストね。これで満点取るんだね。そのためにそこまでの範囲を次回までしっかりとやるんだね。こんな感じでね。これをペースメーカーとして過去問の知識。これをしっかりと身につけていきましょう。 で、こちらの例だと。えっ、ー、とその1つ目の枝ですね。これが今やった範囲。発行することができる。株式。あ、ごめんなさい。これちょっと違ってた。あ、こっちだ3つ目すいません。今やった範囲はこっちえー、資本金ですね。資本金についてえー、発起人税の同意で決めなければならない。法規設立募集設立。これが共通ですか？っていう枝ね。これ先ほどテキスト。 でそれから過去問レベルの方でやりました。他んとかちょっと今サンプルで見たのとはちょっと違う論点ね。だから実際の講義では当然ねいろんなこうね分野やっていくわけだからねまあそんなから十問をこういう形で出していくよってこと。はいそれから次に修飾の方でも今回ねリニューアルしています。これ卓一のテキストなんだけど。 卓一テキストの中で記述コーナーというものを設けますで、これはもう本当に記述の初心者の方がひな形を覚えましょうそのために使ってもらうものなのでもう本当にシンプルなものをしてますこう建物の表題部の所有者が A さんです保存登記の申請書を作ってくださいという形でこんな感じで無縮にしてましてね。そこに当てはまる言葉を入れていく で当然ねまあ近接箇所に回答は載せておきますはいこんな感じでまずねこれは「所有権保存登記」っていう登記だけどそれにひな形を覚えていただくでこちらが記述編,記述編の方です記述編の方は「百考問題集」といいまして合計で100問入っていますでこちらは少しレベルが高いと思っておいてください。 まあただレベルが高いといっても一問一答形式ですなので本試験形式ままでにはいきません一問一答形式でこれ保存登記なんだけど少し難しめの問題、えー、表題部の所有者が A 三 B さんでその A 三 B さんがそれぞれ亡くなりました相続人が CD と EF、ねまあ、こんな感じの問題で添付上は記号から選んでいただきます。 でこれの回答がこねこんな感じになりますよってことでで解説の方は、えー、論点形式で手短にまとめてます論点1番2番ということでそちらね保存当局の的確者はこんな人ですよから論点2番まあ今回のこの雛形ではこのような論点を使いましたよっていうね、えー、ものですこんな感じのテキストこれ記述のテキストです。 はいこんな感じで記述についてもね完全リニューアルしていまして卓越の方で記述コーナーこっちで気温ひな型を学ぶでそこ書いてるけど、えーま、リンクで14.29項ということで気温、ま、のひな型ができたら14.29項、ね、こっちちょっと、えー、チャレンジをしてみましょう、ね、こんな感じで、ま、基礎から応用って感じで記述を、ね、勉強していくことができます。 それと、まあ、こちらは卓越編の方ですからもし、救、ま、出、あ、がもある程度得意なんだという方、まあ、そういった方はもうこっちのコーナーあんまり意識せずどんどんこっちの救出効のテキスト、ね、まり意識どんどんどんどこん、ね、進めていってください、えー、そして、こっちらの救出のテキストですが、えー、こちらは講義回数が、えー、3時間かける5コマ不等法3時間かける5コマ消と法も同じく3時間かける5コマとなっています。 ただ、えー、その解説講義の内容としては、えー、その1問について極力10分前後で解説してていくような形をとってますで時間の関係で、えー、100問あるんだけど解説できるのはおおむね80問程度と思ってください。で残りの20問は、えーまあ、自主学習で、えー、問題見て解いてもらったらわかるかなっていうのは問題ですからそういったものはもう自主演習としておきます。 でそれ以外の80問ピックアップして、えー、概ね1つつ分ずつで解説講義をしていきますなので、えー、これは最初からずっと順番に、あのー、見るとかねあるいは3時間の講義だから3時間一気に見てしまうそういった必要性はなくて細切れにしてますから例えば今日は重要論点の1項、ね、これちょっと自分で解いて10分間解説を聞いてみよう、ね、次の日は2項これやってみよう。 みたいな形で例えば、ね、朝のちょっと空いてる隙間時間を使って、えー、10分朝トレみたいいな感じででね一一つ一つやっていくこともできます、ね、あるいはもうご自身のスタイルである程度こうまとめてざっと聞いていただく当然それはそれで結構です、まあ、そんな感じでまとめていくこともできるしこう細切れにね一、えー、問ずつ聞いていくことができるそんな形の工夫も今回のこの記述編の方では凝らしています。 えー、テキストこんな感じに、ねえー、なっておりましたはいじゃあこちらの実践力パープ講座ねぜひ今回もう全面リニューアルしておりますからね、えー、期待をしておいてくださいメインテキストこれは、えー、特に改正論点盛り込んでね回答をこらしていますで私の講義ではこんな感じでマーカー施して、ね、そして ABC ランク分けまあこれは前半にわたってね行っていきます で、これで皆さんの、何を勉強すべきか。ね、重要論点を明確にしていきます。で、これができたら、対応する過去問レジュメ。これは。キーワード、コメントが付されてるから。ね、単に丸、丸ルバの暗記じゃなくて。その問題の趣旨です。問題のポイントはどっか、それを捉える。ね。そうすれば、本試験問題も、そういった目で、見ることができるようになっていきます。で、ごめんなさい、毎回の確認テスト。 ね、これは前回の過去問の範囲がしっかり勉強できているか。で次「気術」ねこれは択一の方の気述コーナーでまずは気温ひな型を学んでいただく。で次にちょっと判定、えー、発展的な問題として100個問題集、ね、これは1問10分ぐらいの解説。はい、これで少し応用的な問題でこちらは気温 当然こちらもひな形勉強できます。ひな形とそれから九州でよく出てくる九州特有の論点ね、こんなところを勉強していっていただきます。はい、こんな感じでね今回の実践力パブ講座ね、本当にもう大幅リニューアルこらしております。ぜひ期待してください。ではたくさんの皆様のご受講をお待ち申し上げております。 また教室でお会いしましょうでは今回はご視聴ありがとうございました